皆さんこんにちは、木下夏実です。いやー、もう暑い日がずっと続いてますね。私も外に出るとき日焼け止めを塗って出てるんですけども、それなのに結構肌も焼けちゃいましたね。もう外出るときは日焼け止め、そして日傘か帽子は必須だなって思いました。皆さんも熱中症とか気をつけて、水分補給もちゃんとしてくださいね。それでは木下夏実の食レポスタート。今回私がご紹介するのはこちら、伊勢市にある麹屋さんの麹プリンのご紹介をさせていただきます。こちらの麹プリンはですね、伊勢神宮の外宮さんにも奉納されたプリンでして、すごい、お伊勢参りの歴史が育てた日本の麹発酵スイーツともこちらの箱には書かれています。麹って聞いたらすごい体に良さそうなプリンだなという想像しか私の中ではできていないんですけれども、ちょっと箱開けてみますね。こちらの麹プリン、味もいろいろありまして、今回私が紹介するのはこちらのノーマルな普通の麹プリンのご紹介をさせていただきます。まあ、他には夏に新発売のハニーレモン味だったり、マンゴー麹プリンといった味もあります。まあ、その中でも今回はこちらのノーマルな麹プリンのご紹介をさせていただきます。さあ、こちらの麹プリンにはですね、たまり醤油も使用されているということで、一体どんな味がするんでしょうか、楽しみです。ではいただきます。この周りの紙ボタンゴムで縛ってあったんですけどあっちの方にちょっと飛んでっちゃいました。あ、後で拾いますこの紙を外して、よいしょ、蓋を取ります。おお、見た目はすごい滑らかなプリンだなって感じはしますね。それでは麹プリンいただきます。舌触りはすっごい滑らかで、本当に何でしょう、すごいコクがあって美味しいです。ほんのりやっぱり醤油のコクの味なんですかね、と麹の甘さがマッチしてて、ちょっと初めて食べた味です。カラメルにたどり着きました。おいしい。いや、プリンのカラメルってなんでこんなにおいしいんですかね。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。今回は麹屋さんの麹プリンのご紹介をさせていただきました。ちゃんと先ほど飛ばしてしまった輪ゴムは回収しました。
あんなに飛んでいくなんてちょっと思ってなかったですけどね。はい。いや、麹プリン初めて食べたんですけれども、あんなに美味しいものとは思ってなかったですね。もう本当に幸せな気持ちになりました。え？麹を使ったプリン食べたことない、食べてみたいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、お店の詳細は説明欄に載せておきますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。私、ツイッターもやっておりますので、そちらのフォローもよろしければお願いいたします。それでは本日も最後まで見てくださり本当にありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。